スマホでうつ病に？こんにちは、内科医の松本です。最近ここそこでスマホばかり見ている人が増えていますが、スマホがうつ病を引き起こす可能性が報告されました。日本の高校生259人を対象にした研究ですが、これらの高校生は携帯電話やスマホは 98.6% が持っており、 58.6% が毎日2時間以上使っており、10.5% はなんと5時間も使っていました。その中で5時間以上使っている人は睡眠不足で不眠症と強く関連し、2時間以上 SNS やオンラインチャットをしている人はうつ病との関連が高くなっていました。研究者らはオンラインチャットはインターネットの検索や動画閲覧よりもうつ病の可能性を高めると報告しています。私の知人の娘さんも毎日深夜までオンラインチャットをしているとか、1日5時間スマホを使うって一体どんな生活なんでしょう。スマホって本当に危険な道具ですね。多くの人が危険性を認識していないし、冗談でなくスマホで病気が増え、精神と体を病み、社会が壊れそうですね。確実に健康になって人生を謳歌するための10の方法という無料 e-book の請求は下の概要欄からできます。ふるってご請求ください。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。